ちか、じゃあ。嫌な予感する。これもロックや、うん、ほんなら戻ってもう一個あったやん、扉。とりあえず戻ろう。マップ見てもらって、もう一個行ってなれるの。ほら、こう行って、こう、あの赤教文の部屋行ってへんかな。ああ、そうやな。出てきたよ。走ってた。ちょっと可愛かった。しかも一人しかいなくなかった。そう？これが割れそうで怖い。あ、お前か！あ、ここか。そう、え、奥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 。あれ？そっか、ごめん、間違えた。まだ、はい、にゃはらみたし、もうだからな、クモの巣で見えへんねんやんか。クモじゃないって。まあ言うか。あの白いの。白いの。カイコの。眉の。うん、糸。よかったね、取り合われて、開いてんねんって。よかったね。行くで。いざ。いざ、勝負。勝負。じゃあ。いなかった。何もなかった。あ、どこ行ってんな。あ、3円いけるやん。シャーリーシーゼン。もう、こういう雰囲気苦手。これ止めた。からバンバン行かれとるやん。うるさい。悲鳴が長い。え、ズーは抱きつき、抱きつき。抱きつくでない。あ、好きやね、許してあげて。いやや、許されへんわ。かわいいやん、ってるわ。どこに飼ってへん。足か、さっきの。あ、飼ってるわ。何回足を見間違うんだろうって感じだったけど、1回目は私やけど、めっちゃ光ってる。めっちゃ光ってんな。大量大量。しかもいいやつや、うん、お、奥方日記に4月14日他のものと会わぬと決めてから行く日が経ったのか、ちらっとでも柔らかな肉を見るとただひたすらにむさぼりたくなる。乾きが抑えられる。この体もわらわなものではないのか。4月15日、部屋に一人こもり、猫に話しかける毎日、寂しい。寂しいな。4月17日、時折歌が聞こえてくる。それを聞くと、わらわの肌という肌がすべて血と肉を求めてうずく。されど、万寿とあやくにだけはあってはならぬ。母がこう殺めるようなことだけはあってはならぬ。4月18日、猫を撫でていると何やら妙な心地がする。猫はとても柔らかい。人の肌はきっとさらに柔らかい。あの子たちの肌はきっとさらにさらに柔らかい。4月19日、歌を聴け気を失った。気がつくと鈴屋に入っており、傍らには猫が死んでいた。不思議と寂しくはない。何やら満たされた気がして心が落ち着く。何かが藁の中におる。4月22日、動くものが無性に気になる。目が離せぬ。4月23日、万寿が訪ねてきてくれた。ああ、愛しい我が子。午前のお前の肉はなんとやらかなのでしょう。母が飢えているのを気遣って来てくれたのですね。いや、違うよ。あら、死んじゃった。殺された。母。母。母は。母で終わらせる気か。母や。ほう、そうか。よりちか、ああ、またか。4月2日、屋敷はもはや毛量の巣窟と化した。よりちか様亡き今、巣窟と化した。よりちか様亡き今、奥方とご息女たちだけは、いかにしても。やっぱいかにしてもか。
かにしても私が守らねばならない。生き残った使用人の中に時折頼親様の姿を見たというものがあるが、主人は思うあまり幻にも見たのだろう。神殿の一室にこびりついたおびただしい量の血と肉塊、無念だがあれが現実だ。おこがたが屋敷を捨てて、なんで4月4日ね、4月4日おこがたが屋敷を捨てて薬師堂へと行ってみてはどうかとおっしゃった。仏のもとならば毛量も入り込めるはずだとおこがたは考えておられるようだ。屋敷が立つずっと前よりあるという薬師堂の霊験を信じておられるのだ。毛量とはそのような甘いものではない。されどこのまま屋敷で死を待つよりはいくらかマシというものか。4月5日薬師堂に向かう途中、ガキと争っているうちに奥方とはぐれてしまった。無事に薬師堂にたどり着いていらっしゃればいいのだが。クラゲフラグあ、フラグクラゲなんか言うてなんでクラゲかな。ほら、案内してくれてんだよ。よかったね、君の好きな団子案内してくれてるじゃないか。年、ね、やったらクソガキって言っておくよ。俺らこの時はそうやん、ね、ちょっと頼むのかな。ダコさんがダコさんが腕さすってる。しょかるいむ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 い、あれこれ出てきたの、もしかして大丈夫ちゃん。何言わなかったよ。そこっちゃん。わお。いや住職さん。いやあれ無事。うつきん時に穴にやろ、うん。このようなところにどうなすった。よかったね無事にしゃべれて。王様こそ。ここで何を。王様。わしか。わしはな、慰み役よ。おれ、病に侵され、他の者と交わらねば、もはや生きてゆけぬ輩じゃ。早よ生きなされ。道連れは、じじい一人でたくさんじゃろうて。はい、行く。バイバイ。我が般若波羅蜜多心経。早よ行きなさい。まだはんにゃあらみなしか。ならまた案内してくれるんちゃうかな、出たら。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。バイバイ。ハミいらしたよ。カワゴンボールだったらいいんだっけ。カワゴンボールじゃなかったっけ。あの何も裸感かなんかやったはず。あのなんか仏像が大量にあったとこじゃなかったっけ。ほらなんかなんか開いてる、扉が開いている。これボス戦とかなかったよな。大丈夫大丈夫、一応あ全然余裕やった戦ってもないし、戦ってもないし、走ってもないし、せやなせやな。そういえば走そうなんかおった、うん、なんかおったな。気のせい気のせい、ふったんこ。
動きがおかしなってる。穏やかな笑みを浮かべてる場合じゃないよ。あ、おった、消えた。嬉しい。なんかおったな。なんかおったな。めっちゃ一発や。抱きついてくんねんな、こいつって。ギュッと。愛してるわ。愛してるわ。おー、娘じゃーみたいな感じやろうな。他には何もない。隅々まで見といた方がいいんじゃない。隅々まで見とかな。マジで。マジでて。うん。オッケー。あらら。ああ！うっそ。あ、後ろ。いっぱい来てる、いっぱい来てる、いっぱい来てる、いっぱい来てる。アイテム使わない。やめ前が起きてるだけやと思う。大丈夫大丈夫大丈夫。どうぞ。専用マジック開始されて、救急により治療。オッケーやね。走ったからね。何もいないと思って U ターンして走ったらまさかになったっていう。違うもん、何もない。よう見る。なんかもう一回。そこ登ってみても何もなかったら戻ろうか。ああ階段を。うん。オッケー。あ、あったわ。あったな。出た。出た。お前が置くんかい。くれるんや。優しいな双子。優しいすぐだったね。やったね。何か。こいつら企んでるって絶対。それそうよ。いけよ。いけよみたいな。めっちゃ笑ってる。あ、行くの。その笑い方好き。好きやけど行くの。私もあいつらこう連れて行くわ。うちも絶対行くわ。両手でガシガシで連れて行くわ。ああ、ね。はい。うーっと待ってるところを両手広げてこうやろ。え、あっお前らも行くんだよみたいな。また歌ってる。お、ちもち、ここは餌場だ。 お主も双子に騙されたのだ。じきに奥方が来るぞ。あれはもう人ではない。命が惜しくば、はい、早く川戻るがいいよ。オッケー、戻るわ。あかん。あ、大きな見つけた。持ってるけどね。え、でも毛量に対して大きな火の方がいい。火の方が強いやん。あ、6やからかも。うん、調べなく調べて。大丈夫大丈夫。戻ったら何かあるよ。しました。まだ曲がり角あったかな。ほら。何やつ。待てよてめえら、待てよ。うるさい。姫長い。そいつはな、あのな、遠隔の方が私は、まあ2匹じゃないし大丈夫か。そんな近距離で遠隔を。もうちょっと、もうちょっと離れて。また距離感考えよう。そう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 。めっちゃ近かってんけど。びっくりした。車が速いな。悪い。死なんだ。攻撃力が強いよ、こいつ。一回死んじゃったな、こいつで。うん、2匹に挟まれて死んだ。こいつ2匹とか出てきたらちょっとしんどい。はぁーって感じだった。うん、走り回りながらやってるもん。私曲がったりできん。無理か。ちゃんとやった。いや、あのなぁ、あ、ビビやったからよかった。助けてくれ。
お前かい、どうしたお前かい、お前か。あ、痛そう。大丈夫。よかった。身の割には顔きれい。ガキか。あバイバイ。うわぁ、あれが奥方様かな。おもろい、あいつ言ったれよ。追いかけたれよ。追いかけたくないでござる。結局行かなあかんねやから。行かないと終わらない。昨夜も昨夜でな、普通走んねんけど。え、あら、道中、あ、お奥方様。なんで回復した。バカヘコさんから散々してるで。あの奥様、ああ。No thank you。 ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、あらあら、ごめんなさい。ムカデ、よし、戦え。はいって。いや、ドアかなんから使っとこう。こいつはな、近距離じゃきついな。てか、私それ無理かも、そいつは。またなんか、生物って、遠かった気がする。え、口出しにするのは、ちょっと難しいで。何でもいい、強ければ。てか、もうナコさんがそこだけしてくれれば。なんでやねん。もうバレよ、それは。あの3、こいつを一番強力なこいつにしとくわ。うん。だから遠くからちょっと行ってみたらどうやろ。まあ、とりあえず逃げろってことや。そうそう、ちょっと離れて、首が届かんようなとこ行って。戻って。待って。首届かんとこってどこ。もうとりあえず離れたらいいって。離れて、離れて、離れて。急げ、急げ。なんで。ああ、まあ、そう、そうやって使ってもいいけど。ちゃんと見えなんか、相手が。見てよ、分からへん。どこ、どこ、どこ。そうそうそう、その位置、その位置、その位置。うん、その位置から四角押しとき。使えるんじゃん。うん、四角、四角。どうしたの？OK、終わり。死んだ終わり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 。いいんだよ。そいつ結構強力やから、あんま、まあまあ、あの50万のかええか。装備変えとく。それは使わんでいい。装備どっちの方が強い、これとこれやったら。私はあの遠隔でシューってやる方が好き。こっち、だって近距離持ってんもん。もうそうやな。じゃあこれこうか。うん、で95の方に変えとく。ああ、いいんちゃう。無駄遣いせん、自信があるんやったらいいんじゃない。あの毛量っていうか、そのガキ以外に使うのやったら全然30何でもいいや。いや、多分使っちゃうから。あ、なんで。押して。なんで、なんで。うん、終わり。本当だったんや。終わり。バツバツ。箱中は？道中は変わり果てた姿で横たわっている。あ、なんか。うち光ってたやん。よくかな。やったね。オッケー。あら。屋敷はこれ以上調べても仕方ないような気がする。何よりあった。飽きた。屋敷の正門を抜けた参道を登れば神社があるという。そこへ行けば何か新たな手がかりがつかめるやもしれぬ。やばい。されどに正門につながる扉には六の封がされておった。うーん、どうしたものか。正道池ってことじゃない、これ。参道やろ。ああ、救急によりつり。じゃあさっきのとこ行こうか。え、もう奥方様死んだんやんな。死んでるよ。これさ、閉じてるよ。あら、もう女戻られへんのか。
なら6の封印があったとこやな。うん。行かれへんかったら閉じ込められない。だからあれってなっちゃうやん。あれ6号はどこにあったっけな。地図見る。あ、こっち見られへん。切り替え、四角。あー、無理なんか出なあかん。あ、あるやん。よしき、あーそこか。拡大。どうやな。多分そこしかなかったから、どうやって行くんや。こう行って、まず1回、ここから出なあかん。ここからほんで出なあかんね。ほな出たらいけるわ。うん、ここから出たらいいってことや。うん、1回出なあかん。ここやっけ。いや、違う。そこじゃない。上行って、まあ、セーブしててもいいと思うけどな。あ、セーブしとこ。セーブ外にあるやん。クワの木のとこにしときや。あ、クワの木の方がいい。でもそれ近いやん、そっちの。死んじゃったの。いや、でもまあ、もうそんな強い敵出てこへん。うん、まだな。まあ、まだ強い敵はなかなか出てこへんと思うけどな。強いちゃうで。坊さん。まだはんにゃ。坊さんのとこもちゃうで。坊さんとこ、こう曲がってまっすぐ。ああ、そっか。これが開くのは月の時やな。卵みたいな。眉か。そこ。時間感覚は分かんない。どっちなんで来たんや、あいつ。あれちゃん、奥方さんが来たから逃げてきたのかな。かな。あー、走ってきたもんな。あっ、マジたけし。あ、これやん、逃げるやん。まあ、かわいそうやけど死んだもんな。殺されたな。ざまざまって、ざまって、あ、なんか、あ、びっくりした。なんかの銅像、仏さんちゃん、坊さんやったよな、今絶対。分かんない、地蔵や、うん、仏像って感じやったけど。マジで、うん、なんでこんなにおにょにょしてんの。お前やそれ。あんたやん。はいよ、使うよ。使わなかったらどうしとる。結構冷静やな、サクヤ。そこちゃうで、クワの木。こっちの端んとこ。端。あの、端どうやって。ちゃうやん。こう回ったらいいねって。走れ、もういらん。相手する必要ない。バンザーイ。君に会えてよかった。ネタ分かったか。なこのはず、あ、泉行っちゃった。泉でええねん。あ、いいんか。言うてるやん、戻んねん、一回。救急により強いな。戻って。走れ。そんな怖がらんでも。セーブ。まあもうちょいもう一個戻ればセーブできる。走って。ほら。あるやん。幸せ。
け。なんか20分に1回セーブしてる気がする今。あとはそこ入って、で、こう回っていく。はいよ。